はい、おはようございます。お疲れ様です。4月26日朝6時の相場解説です。今日はですね、下落転換の予兆ということでお話したいと思います。ご覧いただいている日足なんですけども、こういうふうに右肩上がりに変化してきましたよね。ところでね、ここからですね、下落が始まるんじゃないかなと思います。その下落の今予兆として横ばいがあるんではないかなっていうのはね、何日も前からお話しているところなんですけども、日足を見るとそれが、いまいち分かりづらいんですが、でも4時間とかになってくるとね、あ、確かにそうなるかもしれないなっていうふうに感じることができるんじゃないかなと思います。じゃあ次は4時間の方を見ていきましょうか。4時間このような形になっていて、確かにこれね、横ばいのように見えるわけですよ。で、まあ当面はね、例えば今日っていうのは多分横ばいのまま推移すると思うんで、私は1時間でレンジオプションを今日は引いていこうと思いますけども、その中でね、下にブレイクしていく恐れもあるんじゃないかなっていうふうにも感じてるんですよ。まあそれをちょっとお話したいと思います。まずね、他の動画でもお話ししましたけども、ここにヘッド&ショルダーみたいな形が出ていることがお気づきになる方がいると思います。で、これ確かにヘッド&ショルダーに見えなくもないんですけども、問題はですね、これが高値圏で出てるかどうかってことなんですよ。まあ高値圏と言えなくもないんですが、通常高値圏というのはですね、まあこういうふうにトレンドの後に来る高値圏を指すんですね。で、そういったところでヘッド&ショルダーが出たり、三山が出てしまうと、一方的な上昇トレンドが終わりですよっていうサインになります。そしてネックラインを割った時に、それまでのトレンドを、まあ逆走するように半値戻しや前値戻しが起きることが結構あるんですよね。で、今回ヘッド&ショルダーの大きな下落が起きにくいんじゃないかなと思う、その原因の一つに、ここにやっぱりね、価格のこう吹き溜まりっていうんですかね、やっぱり行ったり来たりがあるわけですよ。まあレンジとまでは言いませんけども、上がったり下がったりがありますよね。で、これ自体が抵抗になるわけなんですよ。まあですね、もし下落が始まってもここの値動きにやっぱこう巻き込まれてですね、下がりにくくなっているわけですよね。ここも同じ理屈で、まあ、ですんで下落がないと言ってるわけではないんですけども、まあ、下落があったとしてもそんなに急激には起きないんではないかなというふうに感じてますね。いや、しかしね、やっぱこう転換っていうのは起きてきますんで、その予兆を捉えた時に、まあ、急激にはないんだけども、でもブレイクしてセルの方向に動くことをちょっと準備しておかないとなと思うわけですよね。1時間を見ていきます。1時間このような形になっていて、そうなるとね、これが高値圏ではないことがよくわかると思います。例えば先ほどの4時間で出てきたヘッド&ショルダーの形がここに見えなくもないんですけども、まあ、そもそもこれ高値圏で出てるわけじゃないんでね、下落の方に大きく結びつくかっていうとそうでもないわけなんですよ。まあここにも値動きがありますんで、まあ、考えてみたらね、これ全体でこのレンジというかこの間の値動きで、上下してるだけとも考えられるわけですよ。まあそして今日の動きなんですけども、この動画の後にね、ちょっと解説動画一応お付けしときますね。それまでの価格の推移でレンジってのをどういうふうに、解釈を作ってきたかのその推移ですけども、まあ今に至ってですね、この価格っていうのはここを仮定として、ここを上底とする、こんなレンジオプションでいいんじゃないかなと思います。で、上下がね、やっぱこう90ピップスぐらいになりますけども、この間で動くレンジオプションということになります。ですので今もうね、すでに倍のポジションを入れてもいいところです。まあ入れてる方もいると思いますし、私もこれからね、倍の方向に入れていこうと思います。その上でもしね、十分に価格が上がりきらなくって、ここを割って下に行くようでしたら、もうすでにここはセルでブレイクアウトしてもいいんじゃないかなと。このヒゲ先を越えた時点でセルでブレイクアウトかなっていうふうに、考えていこうかと思いますね。まあ今日はそんなところですかね。ですのでもう方針決まりましたんで、次回の更新はまたお昼ぐらいにしようかと思いますけども、このレンジオプションで考えて、で上に抜けることはまあほぼないだろうというところでね、下落の構えだけしっかりしておくってことになります。その一つのポイントが、このヒゲ先を抜けたらセルで
ブレイクするっていうことですかね。はい。ブレイクって言ってもそんなにね、激しいブレイクになりませんから、徐々に下がっていくって形なんで、十分追いついていけると思います。はい。では今日はそんな動きになると思いますんで、よろしくお願いします。はい。で、お疲れ様です。どうも、補足動画になります。ちょっと時系列を追いながら説明していきますね。4月25日火曜日の19時なんですけども、レンジオプションを40ピップスぐらいの上下で組みました。で、ここまではうまくいっていたんですけども、ここに来てですね、こちらの方がちょっとね、レンジを超えてしまったんですよ。ところが今回私はここを超えるまでは、ここを超えるまではね、含み損を耐えていこうと思います。というのが、これが戻っていく可能性が非常に強いと思ってるからなんですよ。まあ、ここで強い陽線がありますよね。だから上の方に引き戻されるパワーがすごく出てると思うんですよね。というところで、改めてですけども、上底はここ、そして下底はここ、それから許容範囲は広くここに持とうかと思います。そうすることによって、これね、直接的ではないんですけども、上下のピップスが80ぐらいになるはずなんですよね。で、それを19時に認識入れますので、ここでロスカットは私入れません。で、ちょっとね、別の時間軸見てみたいと思うんですよ。これ日足ですよね。日足はですね、今横ばいに入っているという風な認識です。それまでの上昇が終わって、これからこの横ばいが終わったら下落に向かうんではなかろうかっていう風に私は踏んでますね。で、それはちょうどこう下がったのが、ここで横ばいに入った時に転換したのと同じです。転換したのとね、あ、しまった、こうですね。で、ここも結局転換する前に横ばいが入るわけですよ。ここも同じで、まあ、ちょっと鋭角に、ね、なっていたところありますけども、まあ、一瞬横ばいに入ったわけですよね。まあ、こういうふうに上下を繰り返した時っていうのは、必ず横ばいが間に挟まる、まあ、その横ばいが長くならないっていうところもポイントですかね。はい、次です。ちょっと時間をずらしまして、19時から20時半になりました。どうでしょうか。1時間半経って、私が目論んだ通りに、ここを超えないうちにですね、急速に戻っていったでしょう。下までゴーンといったのが結局内側に入ったでしょ。うん、ですんで含み損を耐えていけば戻っていくんで、ここでロスカット損切りをするのは非常にもったいないなと思いました。まあ、ここを超えてしまった分はね、しょうがないですけどもね。まあ、ここを超えないまでに内側にレンジオプションに戻るというふうに私が考えていたのは、その通りになったかなというところですね。はい。そしてさらに時間が進んで22時なんですけども、上下のレンジ、赤い線が消えましたね。ちょっと改めて書かせてもらいますけども、ここと、こちらですね、ここで形作られていた上と下の線なんですけども、ここをブレイクしても結局戻ってきたと。そして内側に入ったんだけども、また外に出ちゃいましたよね。まあ、ここに来てね、私はね、レンジを組み直しました。ここです。今度はレンジをここまで広げて、まあ、ざっくりとですけども、130円の450からね、133円の850までのこのピップスを維持しようかと思います。上下でね、まだ5、60ピップスぐらいしかありませんけども、まあ、でもここまで広げて、レンジを見ていこうかなってとこですよね。こことここ似たような陰線と陽線の並びが、まあ、符合してるとこですね。で、ちょっと日足の方も一旦見てみます。日足を見ると、やっぱ横ばいが続いていくなってところで、おそらくこの横ばいが下に向かって抜けて下落のトレンドを作っていくんじゃないかなというふうに思ってますね。はい、じゃあ一旦以上です。